まあ、要は、効果ありますね。はい、皆さんこんにちは、MT3 兄弟のお父さんのヒロです。今日もですね、前回に予告しました通り、アルミテープチューニングの、イグニッションコイル編ですね。そしてアルミテープチューニングではないんですが、マフラーの出口に、金たわしを巻きつけた場合の変化についてお伝えしたいと思っています。それではまず、アルミテープチューニングのイグニッションコイルの作業の様子をご覧いただきたいと思います。はい、イグニッションコイルにアルミテープを貼ってみました。片側がこのようにですね、4箇所、1、2、3、4ですね。そして、こちら側にも、1、2、3、4、4つですね。まあ、簡単ですね。切って貼るだけですので。はい、はい、それでは早速アルミテープチューニングイグニッションコイルについてなんですが、ちょっとまあもう結論から言いますと、変化ないんじゃないかなと思います。まあ、貼り付けてですね、結構走り回ってみたんですけれども、変化があるかなと思って、アクセルの付きが若干良くなったかなって感じもしたりしたんですが、やっぱり変化はなかったですね。ネットでですね、今いろんな方が変化があったよっていう方々もいらっしゃいますので、それはそれで正しいんじゃないかなと思います。つまり私が鈍感なのか、この S4 との相性が良くないのかですね。一生懸命走って変化あるんじゃないかと思ってやったんですけどね、やっぱりここはもう正直に、私の場合は変化なかったっていうことですね。もう短いコメントになってしまいますし、もうなんか企画倒れみたいな感じになってしまってちょっとお恥ずかしいんですが、イグニッションコイルにアルミテープを貼った結果、私の場合は変化なしだったということです。続いてですね、次はステンレスたわしをマフラーの出口につけた作業の様子をご覧ください。はい、マフラーの出口にたわしを取り付けます。取り出す前に映像を撮ればよかったんですが、すいません。ダイソーで売ってるステンレスたわしですね。4個入り。ちょうど出口が4つなので、ちょうど良かったです。どういうふうに取り付けたかと言いますと、こんな感じですね。こちらは右側のマフラーですが、2個ずつ、取り付けました。こんな感じで、たわしを真ん中から広げてはめる、簡単につけれます。反対側は
こんな感じですね。こちらも奥までやりたかったんですけど、この2本のパイプ間に途中でフラットバーが溶接されているので奥まで押し込むことができませんでした。はい、はい、続いてマフラーの出口に、巻きつけるステンレスたわしのインプレッションに移っていきたいと思います。巻きつけてですね、いろいろ走り込みました。イグニッションコイルの、アルミテープチューニングと同じようにですね。で、最初は変化ないなと思ってたんですが、次の日からですね、徐々に変化が出てきてですね、まあ要は効果ありますね。不思議なんですけれども、巻きつけるだけでなんですが、まあ、これはすぐには効果が現れなくて徐々に出てくるタイプなんですかね。まあ、どんな変化があったかと言いますと、エンジンブレーキの効きがだいぶ弱くなりました。というのは2速の時にアクセルオフにすると戻すと、エンジンブレーキが結構いい感じにですけどかかるんですね、この S4 は。ですが、ステンレスたわしを巻いてからはアクセルをオフにしても戻しても車が流れるんですね。エンジンブレーキの効きがだいぶ弱くなってですね、なのでこれは効果があるんだというふうに感じました。不思議ですね。なんで巻いたら効果が出るんですかね。皆さんインターネットでウェブページとかでおっしゃってる通りですね。これは不思議ですね。静電気が取れるんですかね。まあ、効果がありました。これも100均でステンレスたわし買ってきて、ただ巻くだけなので本当にお手軽チューニングですね。これはおすすめです。ぜひ皆さんよかったら、まあ、騙されたと思って巻きつけてみてください。これはおすすめです。それでは次回なんですけれども、次回はですね、もう S4 のアルミテープチューニングなどはもうやり尽くした感があるので、次はハイブリッド車にアルミテープチューニングをしたらどういう結果が得られるのか、検証してみたいと思います。ちょうど20プリウスがあるのでそれで試してみたいと思います。はい、ナレーション付きの動画は今回2回目でまだまだ至らない点があると思うんですけれども、ぜひ今後とも温かい気持ちでご覧いただければと思います。最後まで、視聴してくださりありがとうございました。